ミーシャは日本の女性歌手。長崎県出身。本名非公開。所属事務所はリズメディア。所属レーベルは SME 参加のアリオラジャパン。血液型は O 型。ミーシャというアーティスト名の由来はアジアの方々にも音楽を届けたいという思いから。5クターブの音域を持つ日本のみならずアジアを代表する歌手。 日本における女性 R&B ブームの日付役的存在で本格派 R&B のメインストリーム化に大いに貢献した。また J-POP の枠にとらわれることなく日本にクラブカルチャーを根付かせると同時に世界基準のサウンドクオリティとポピュラリティの両立を果たした。ライブにおいてもコンピュータを駆使した大規模なツアーでは斬新な演出の中心となり、 楽器の生演奏のみのコンサートではエンターテイナーに、徹し、最新のグルーブを探求するライブでは、超一流ミュージシャンとのセッションを楽しむなど、常にトップアーティストであり続けている。1999年から始まった、ザツアー・オブ・ミーシャとタイトルされた、ライブシリーズは、デビュー当時に考えていた、アンダー・グラウンドのカルチャーをメジャーに、というコンセプトを形にしたものだった。 音楽バンドに DJ を交えて構築されたサウンドと、ダンサーやドラッグクイーンが登場するステージというスタイルで、R&B もソウルも J-POP も表現するライブは、当時のメジャーシーンでは誰もやっていなかった画期的なものであった。しかし、デビュー20周年となる2018年を目前に、すでに当初の目標は達成されたとしてその看板を下ろし、 ザ・スーパーツアー・オブ・ミーシャというタイトルで新たなコンセプトのツアーをスタートさせた。セクシャルマイノリティへの差別、偏見を少しでも減らす社会を目指したいという考えを持っており、前述のステージにドラーグクイーン等を起用する姿勢もその現れである。2019年の第70回 NHK 紅白歌合戦では多数の LGBT アーティストをバックに、 レインボーフラッグを掲げてパフォーマンスを行った。社会貢献活動や事前活動にも積極的で特に子供の教育支援に尽力している。2008年からアフリカ・ケニアの子供たちをサポートすべく教育支援活動を開始。また世界中の子供の教育支援を目的とした非営利団体チャイルドアフリカを立ち上げる。2010年には 国際連合から生物多様性条約第10回定約国会議名誉大使。2012年には、JICA 国際協力機構から TICADV のオフィシャルサポーター。2013年には、日本の外務省から第5回アフリカ開発会議の名誉大使に任命された。それらの功績が認められ、2018年には、環境保護、社会貢献、非戦、平和関連など、 市民目線で豊かな未来へとつながる活動に取り組んだ、個人や団体に贈られる第3回、清はフューチャースと賞を受賞した。幼少期を長崎県の津島で過ごす。家族全員が医者という家系で、医者である父の離島に新しい医療を届けたいという、という思いを受けて、家族で移住し、自然豊かな環境で、のびのびと育てられた。 そこで教会のゴスペルに触れ、幼い頃から音楽に親しんでいた。福岡県立霞宮高等学校に進学後、黒人のボイストレーナーに指示。歌手になるため、いろいろなオーディションに応募したりレコード会社に書類を送ったりしていた。1998年、シングル、包み込むように、で、BMG ジャパンよりデビュー。全国のクラブシーンを中心に、草の根的に盛り上がっていった。 先行発売されたアナログ版5000枚は即完売し、間もなくアナログ市場で高値で取引された。デビューアルバムマザー・ファーザー・ブラザー・シスターは250万枚を超えるメガセールスを記録。1999年初のホールアリーナツアーザ・ツアー・オブ・ミー社を開催。2000年テレビドラマヤマト・ナデシコ主題歌の エブリシングが出荷ベースで200万枚を突破した。2001年、初のセリフプロデュースアルバム、マーベラスをリリース。2002年、レコード会社を、アリスタジャパンから、所属事務所が設立した新レーベルリズミデアトライブに、移籍。2004年、女性ソロアーティストとして、日本初の5大ドームツアー完全制覇を達成。2005年3月31日、愛、地球博に、 アメリカの歌手、エリカ・バドゥと出演。同年、ほっとけない世界の貧しさキャンペーンに参加。2007年、レコード会社を BMG ジャパンへ移籍することが発表された。4月に、ケニアのナイロビ最大の貧民街、キベラスラムを訪問。同年9月29日、台湾の台北県立新城体育館で初となる、海外ライブ、ミーシャアジアライブ2007。 維新電信インタイペイを開催約7000人の観客を動員する。2008年5月26.27日にミルニアム開発目標について紹介するライブイベントアフリカベネフィットライブ横浜に参加。10月に世界中の子供の教育支援を目的の非営利団体チャイルドアフリカを立ち上げた。11月にマラウイのデッザの農村 ナミテテの NGO、ミトゥンドゥの市村ひとしな運動の現場などのほか、再びケニアのキベラスラムを訪問。同年、日本をはじめ、台湾、上海、シンガポール、ソウル、香港の5都市の海外5都市を含む、全13都市、24公演のアジアでのアリーナツアー、ザツアーオブミーシャディスクティックアジアを開催、約25万人を動員した。メジャーリーガーである、 一郎選手が2008年シーズンの打席に入る際の登場曲として石川さゆりの甘木声と共にミーシャの維新電信とロイヤルチョコレートフラッシュを選んだ2009年から2010年にかけてロングツアー星空のライブ V ジャストバラードを開催デビューからの累計で250万人以上の観客動員を記録する2010年3月2日 国際連合より生物多様性条約第10回締約国会議名誉大使に任命される。同年5月21日、音楽とアートが持つメッセージパワーを活かし、世界をより良くデザインするため、この年に設立された一般財団法人までフリジに就任。同年5月31日に2010年、南アフリカ大会の開催を記念して、全世界にて、 リリースされた FIFA フフワールドカップ公式アルバムリッスンアップ、ザオフィシャル2010 FIFA フフワールドカップアルバムにアジアを代表してミーシャの楽曲まわれまわれが収録された2012年3月25日アメリカワシントン DC にて行われた全米桜祭りの開会式に出演しエブリシング、明日へなどを歌唱した東日本大震災に際し アメリカから寄せられた多くの援助に対するお礼のメッセージを送った。12月、JICA より JICA TICAD オフィシャルサポーターに任命される。12月31日、第63回 NHK 紅白歌合戦に赤組特別出演歌手として初出場を果たす。また、ワウワウのライブ中継や情報番組のインタビュー出演を除けば、歌番組を含むテレビ番組への 初めての出演でもあった。2013年1月23日、外務省より第5回アフリカ開発会議名誉大使に任命される。また、視察で訪れたセネガルで再レコーディングした、回、ま、れ回れが TICADV テーマソングに決定した。同年2月20日にリリースしたベストアルバムミーシャスーパーベストレコーズ1 5 s レブレーション t i o が オリコンウィークリーランキングで1位を獲得する。同年8月、初の夏、フェストなる、サマソニ2013と、ライジングサンロックフェスティバル2013イニエゾに、出演。2015年の、第66回 NHK 紅白歌合戦では、赤組の戦後70周年特別企画の一環で3年ぶり2回目の、出演が決定。長崎県の平和公園。 平和記念像前から中継で、オルフェンズの涙を披露した。2016年7月、宮城、石巻港、ひばりの不頭で行われた、イベント、リボーン、アートフェスティバル、AP バンクフェス2016に参加。同年9月、ニューヨーク在住のジャズトランペット奏者、黒田拓也のバンドと共に、ブルーノートジャズフェスティバルインジャパンに参加。 同年12月から翌2017年2月にかけて、1999年から始まった、ザ・ツアー・オブ・ミーシャシリーズの最終章となる、全国ツアー、ザ・ツアー・オブ・ミーシャ・ラブ・ビーバップ・オール・ローズ・リード・トゥユーを開催。2017年7月、自身初のソウル・ジャズをテーマとした、ミニアルバム、ミーシャ・ソウル・ジャズ・セッションをリリース。それに合わせて、アルバムに共同プロデュース、アレンジ、 演奏で参加した黒田拓也とそのバンドメンバーと東名阪を回るライブツアーミーシャサマーソウルジャズ2017を開催2018年にデビュー20周年を迎え4月より20周年祝祭ライブ 20th anniversary the super ツアー of m i シ s h a girls just ana-hub fan-6 月より全国ホールツアー 20th anniversary m i s h a 星空の ライブ x l イ f e is Going On&On を開催。同年7月、黒田拓也のバンドを迎え、初のブルーノート東京での単独ライブとなるミーシャサマーソ m e r Soul Jazz p r e 2018を開催。7月29日、夏フェス、フジロックフェスティバル18に出演。2019年の第70回 NHK 紅白歌合戦では、赤組取りを務め、愛の形。 イントゥーザライト・エブリシングをメドレーで披露した。バックダンサーやコーラス、DJ に多数の LGBT アーティストを迎え歌唱するとともに、3曲目のエブリシングでは背景に大きく、レインボーフラッグが映し出され、他の出場者たちも手渡された小さなレインボーフラッグを振って応援した。このパフォーマンスには、画期的、素晴らしいとの賞賛が上がる一方で、 LGBT 当事者の中からは違和感を覚えるといった否定的な声も聞かれた。2020年2月、これまでは出演する TV 番組を厳選してきたが、自身の目指す方向性と同じであったことから、中国の人気音楽、番組、歌手、東田の年に出演することを決めた。番組は13週をワンシーズンとして展開し、毎週国内外からの実力歌手7人。 挑戦者1から2人が500人の視聴者投票により上位7名に入ることを競うもので予選の第1週第10週は1位2回、3位3回、4位2回、5位3回を獲得した。決勝第1ラウンドの第12週で敗退し順位はなかったが現地でその判定に対し疑惑の声も上がった。2020年 第71回 NHK 紅白歌合戦への出場を決めたが、同年11月15日、ニュース23のロケ中に落馬し、胸椎を骨折して、全治6週間の怪我を負った。12月19日、東京国際フォーラムで開いたクリスマス公演で、ステージ復帰。2021年7月23日、東京オリンピックの開会式にて、日本国家、 君がよう独唱デビュー当時からテレビにはほとんど出演しないが、CS 放送には出演したことがある。近年は、ラジオ番組の出演が多い。太陽の地図が、目覚ましテレビのテーマソングに起用された際、同番組にて、地上波で初めて、ロングインタビューを受け、2008年10月25日の、上海公演の模様も紹介された。また、2013年2月に、 デビュー15周年を迎えた際、2013年2月27日放送の同番組で再びインタビュー出演した。メロンパンが大好物で、メロンパンダというメロンパンとパンダを組み合わせたキャラクターをデザインしたことがある。また、メロンパンダのテーマ曲、甘い恋人も発表した。女優の松島七子と親交があり、彼女の出演するドラマや CM 等と数多く、 タイアップしている。NHK 紅白歌合戦出場歴当初は特別出演とされていたが番組内では赤組の歌手として紹介され対戦枠に組み入れられていた。特設ウェブサイト NHK 紅白歌合戦ヒストリーでは赤組で2回目の出場と記載されている。愛の形、包み込むようにを順に歌唱。愛の形、イントゥーザライト、エブリシングを順に歌唱。 ありがとうございます。